お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、視聴者さんからもリクエストいただいていたり、私もずっとやってみたいなって思ってたやつをちょっとやってみようかなと思うんですけど、今給食が学校が休みでなくなってるじゃないですか。で、給食で使うはずだった食材がロスになりそうになっていて、給食応援っていう形でウェブサイトで特設ページを作って、一般の方がこう購入できるようにしてくださってるサイトさんとかがいろいろあって、その中の一つにうまいもん .com さんっていうところが給食応援のその特集ページを作ってらっしゃって、動画にして楽しくなるようなものないかなっていうふうに探してたんですけど、あった私がずっとやりたかったことを実現できる食材が出品されていて、何かと言いますと、ダーン、こちらだ。全然何かわかんないかもしれませんが、中身がですね、こちらです。白身魚のフライの四角いやつ、四角い白身フライを見た時に私は思ったわけですよ。あ、これで山ほどフィレオフィッシュが作れるということをもう胃の一番に考えまして、もうそこでポチッとやったんですけど、なんとですね、6キロ100個分の冷凍のやつが届きました。とりあえず今日はこれを食べたいだけフィレオフィッシュにして、心ゆくまで食べまくるっていうのをやりたいなというふうに思います。タルタルソースをちょっといろいろなお漬物で作ってみて、どんな味になるのかなっていうのも一緒にやっていきたいなと思いますので、タルタルは参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは早速作っていきたいと思います。見てね。はい、準備ができました。もう揚げながら食べていこうかなと思うんですが、パンがね、一気に買えなかったからちょっとずつ買って冷凍してたんですけど、まずはこのザ・ハンバーガーな感じのバンズでいきたいと思います。入れて、蒸す。まずは10個用意しました。いくよー、楽しみしば漬けタルタルめっちゃピンクだね。これが普通のタルタルで、これが生姜しば漬けいぶりがっこです。食べながら次の焼いて揚げてった方がいいね。これ次の準備しとこう。熱っ。よし。おお、ふかふかだよ、ふかふか。あ、フィレオフィッシュのっぽい。あちちちち。まずはタルタルで。よっ。やばい、見て、フィレオフィッシュふかふかです。いただきます。
最高、めっちゃ美味しい、やばー、最高に美味しい、なにこれ、うん、フィレオフィッシュだ、しかも超出来たての、うん、最高、ディルがいいっすね、ディルが、ちょっとね、ここで揚げるのをやめよう、音がすごい、キッチンで揚げて持ってくることにします、グリルのやつ、網目のやつでさ、ちょっとだけお水足してやるの超正解だった、シトーフはみたいな、よーし、二段重ねにしちゃおう、もう一回タルタルで、かわいい食べにくそうだけど、うん、ちょいと小ぶりかなと思ったんですけど、ちょうどいいサイズ感ですね、このパンに挟むのに、うん、うん、ふん、超幸せ、よし !10 個ぐらい揚げていきたいと思います。ひとまず15個揚げてきました。ちょっと違うやつかけよう。しば漬けタルタル。これが生姜かな?お、学校タルタル、かわいい、このピンクでございます、うん、あ、ネギがいい感じ、あ、ポロリがすごい、ポロリが、ちょっとネギが多くてしば漬けより際立ってしまいましたが、ちょっとだけシソの香りがします、うん、うん、しば漬けタルタルも美味しいね、よし次生姜、うん、うん、これは生姜の風味が結構ガツッときますね、うん、うん、うん、このサクサクホワホワのフィッシュフライと何でも合いますね、和風っぽいのも洋風っぽいのも、こちら、おお、こちらいぶりがっこタルタル、おお、すごい、これ好き、香りが一番やっぱりいぶりがっこ、やっぱすごいね、うん、うん、ふん、めちゃくちゃスモーキー、うん、最後はタルタルちゃん、やっぱでもディルのタルタルが一番フィレオフィッシュって感じ、うん、うん、あー、おいしい
タルタルどれもいいけど、私この中だといぶりがっこがすごい好きだな。いぶりがっこなんかもうそのままお酒のお供になりそう。よし、ちょっと豪華なやつ作ろうかな。美味しそう。うん。うん、よし、またあげてきます。はい、また15個あげてまいりました。ちょっとね、そのまんま食べてなかったなと思って、せっかくだからそのまんまも食べてみようと思います。まあ、でもタルタルは乗せてね、こっちでももうまんま食べよう。うん、おいしい。あ、ほんのり味ついてて、うん、フィレオフィッシュの中身んとこだ。うん、ふん、うん、うん、うん、ふん、学校のポリポリとフィッシュフライのサクサクがいい感じです。うん、うん、生姜いいね。うん、うん、こんぐらいダイレクトだとしば漬けって感じの香りがする。うん、油ちょっと吸いやすいかな。だから揚げた時にしっかりこうジャッと油を切ってあげればいい感じのサクサクになりそうです。じゃーん、今日は三ツ矢の王林です。私の大好きなリンゴ、それが王林。うい、あー、リンゴの匂いがします。乾杯。はあ、ふう、これ見て、レーズンパンなんでございます。美味しそうじゃない、レーズンサンド。うん、あー、
なくはないけど、あってもなくてもレーズン一緒な感じになるかも。そんな甘じょっぱだからまた新境地っていうほど味変わんないね。まあ美味しいです。生姜とお魚合うな。すごい焼けてる。いやでもまあこの見た目が可愛いな。熱くてモテん。全部カリカリ。結構お腹いっぱいになってきた。あとここに2個ともうちょっと開封してないパンがあるんだけど、はい、パンがあと10個なので10個あげてきましたよ。もうどんどん作りたいと思います。じゃーん。はい、ということでラストはもうシンプルにしてみました。ちょっとパンの蒸し方を間違えてしわくちゃになってしまいましたが、なんか昔のフィレオフィッシュみたい。ではでは、ラスト。最高。完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は京和の冷凍食品さんの冷凍タラフライで心ゆくまでフィレオフィッシュでした。ディルの入ったタルタルがめちゃくちゃフィレオフィッシュのやつの味です。
ディルの香りですね、やっぱりそれっぽさは。で、今日であんなに食べたんですけど、まだまだこんなにあります。ちょっと食べきれないよ、一人じゃやっぱり。それでもね、50個食べたんだよ。思いました。ファミリーマートさんの焼き鳥もだったんだけど、100はね、多い。1回で食べきらなくてもいいんだけどね。これもさ、だって2021年の3月まで1年間ぐらい持つんですよ。せいて食べる必要はないんですけど、冷蔵庫の香りとかが移っちゃったりするじゃん。だから早めに食べていきたいなとは思うんですけど、あと50個どうやって食べてほしいかみたいなコメントを皆さんどしどしお待ちしております。とはいえ、今日のパンとかのアレンジだと、もう50個食べたらお腹パンパンだったので、なんやかんやアレンジしていくってなると、25個ずつで、あと2回ぐらいとかは楽しめるんじゃないかしらと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんコメントをお寄せください。待っております。いや、でも楽しかったですね、これは。またこういう感じのね、大量消費企画だったりとか、大食いの子たち集まってね、わちゃわちゃみんなで食べ尽くすみたいなやつができると楽しいんじゃないかなって思うので、またみんなと集まれる時があったら、今度はみんなで100個食べ尽くすぞみたいなやつとかもやっていけたらいいなっていう風に思います。よくね、スーパーとかで売ってる白身魚フライと味は一緒なので、今日のね、私の作ったタルタルとチェダーチーズとロールパンあれば、お家で手作りフィレオフィッシュ作れますので、ぜひぜひ皆さんもやってみてもらえたらなと思います。それでは、お腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日は給食ロス食材を使いまして、超大量のフィレオフィッシュでございました。幸せ。この形のさ、タラフライが出る学校って、学校でフィレオフィッシュ食べれたのかな。うちあったよみたいなコメントあったらお寄せくださいませ。私給食大好きだったからさ。それでは皆さん、体にお気をつけてお過ごしください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.